先ほど来ありますように、石丸市長は2年前の市長選挙で、選挙の公約として政治再建、都市開発、産業創出の3点を掲げられ、目指す姿を世界で一番住みたいと思える街をキャッチフレーズに、当時参院選広島選挙区をめぐる大規模買収事件の渦中であり、また西日本大豪雨災害の早期復旧復興を目指している中、多くの市民は京大での若きエリートに世界で一番住みたいと思える街に期待し、これまで行政経験の実績はないものの、見事2020年8月9日市長に就任されたところであります。2年後の今や二元代表制である片谷市議会ともうまくいかず、キャッチフレーズとは逆の方向に進んでいるのではないかと危惧する市民も多いのも事実であります。そこで大枠3点について市長にお伺いをいたします。市長は今後とも引き続き政治改革を第一に取り組むとされていますが、その取り組みにあたり平成25年11月に制定された安芸高田市市民憲章をどう認識されて取り組もうとされているのかお伺いをいたします。答弁を求めます。石丸市長、はい、本来は反問権を使うべきところであるんですが、時間を使うのももったいないので、まず即答します。わかりません。政治改革と市民憲章の関係性が今一つピンときませんので、わからないとしか言いようがありません。これは他の場面で10回以上言ってますが、問う場合は問う側が、質問者が具体的に論点を明らかにして聞くのが常識です。建設的な議論をしたいんであれば、する気があるんであれば、そのようにすべきだと考えます。答弁を終わります。崎川議員、通告書にもありますように市民憲章のところを書き抜いております。市庁舎正面玄関前に黒御影石に刻まれているこの市民憲章は、どなたが市長になられようとも変わらないものであります。市長も議員も一市民であります。あえて申し上げますが、市民憲章を読み返します。私たちは安芸高田市民であることに誇りと責任を持ち、市創設の基本理念である人輝く安芸高田の実現を目指して、この憲章を定めますと。条文、私たち安芸高田市民は歴史、文化、自然を大切にし、未来へつないでいきます。まあ、歴史というのは古太刀古墳も入りますし、文化というのは野鳥の科、美術館も入るでしょう。自然も、922メーターの鷹の巣山も入るでしょう。一つ、先人を尊び、心豊かな人間形成を目指します。まあ、前の市長が悪いとか、古い議員が悪いとかではなく、その時はその時なりの事情があるわけですから、非難するのではなく、まさに心豊かな人間形成にというところであります。一つ、三ツ矢の教えで心を一つに、共同のまちづくりに励みます。市長、議会、市民の矢がバラバラになれば、外へも戦えないし、共同のまちづくりも難しいところであります。誰も健康できれいな住みやすいまちづくりを作ります。コロナ、今大変コロナのところでございます。またきれいなまち、まさに、マスタープラン、こういうところで今頑張っていただいております。笑顔にあふれ、安心安全に暮らせる街にします。まさに災害に強い強靭な国土づくりに励んでいただいております。
まあ、私がこの文章を言ったのはですね、やはりこれは私は和の精神だと思っております。争うことなく調和の取れた社会の発展を目指すと読んでおります。市長が今後引き続き政治改革とおっしゃる中で、先ほど言いましたこの市民憲章をどう汲み取って改革されるのか、今一度お尋ねいたします。答弁を求めます。論点を明確に質問すべきだと先ほど釘を刺したばかりですが、引き続きよくわからない質問を展開されていますので、とても困惑をしています。私が理解できた範囲でのみお答えをします。まず前の市長が云々、古い議員が云々ということで、私がカテゴリーとして批判したことはありません。そうではなくて、それらが何をやったかという点で私は批判をしています。具体的にです。それこそ罪を憎んで人を憎まずという言葉がありますが、私はその人そのもの存在を否定したことはありません。あくまでもその人が何を言ったか、何をやったかが大事だと考えています。それは自分も含みます。この自分自身、石丸真司という存在が偉いんだ、尊いんだと思ったことはありません。全ては私の言動で評価されるという覚悟でここに立っています。先ほど触れられた中で、先人を尊びといういいフレーズがあったなと思ったんですが、皆さんはどれぐらい先人を尊んでこの場にいらっしゃるんでしょうか。和を尊びという言葉もありました。和を尊ぶってのは何ですか。一般質問しない議員がいてもそっとしておく、居眠りをする議員がいても目をつぶる、お金はもらったけど使ってません、入れ替えただけです、しょうもない言い訳をする議員を許す、それが和を尊ぶということですか。これまでの議員はみんなそうやっとったよと言うんですか。先人を侮辱するにも大概にした方がいいですよ。私たちがここにいるのは、先人が相当の苦難を必死に、それこそ力を合わせて乗り越えてきたからこそです。今ここにいる我々がこの先の未来について責任を負うんです。ならば、いいものはいい、悪いものは悪い、それを今改めて問うて、そして世に示していくことがこれからも必要だと、そのように考えています。それが私にとってのこの市民憲章の受け止め方であり、それに基づいて政治再建に取り組んでいきます。